まずは負傷欠場明けなんですが、コンディション面どうなんでしょうか。そうですね、だいぶ調子も戻してきて、体の具合も戻してきたので、自分の実力を発揮できるように頑張りたいと思います。初日はどのように戦いますか。そうですね、やっぱり積極的に動いて、お客様たちに恥ずかしくないレースをできたらいいなと思ってます。改めてこの1年はいかがでしたか。すごい、そうですね、めちゃくちゃまた濃い1年だったなと思って、やっぱり自分落車が多すぎるので、やっぱ自分の自力を出せない時に落車が起きてしまっているので、しっかりと出し切って危なくないレースをしたいなっていうのも心がけたいです。近況はご自分の中でいかがですか。そうですね、後方に置かれたりしてしまっているので、しっかり前に攻めて力を出し切れればいいかなと思います。この1年振り返ってどうでしょうか。そうですね、1年あっという間だったので、もっとレースを大切にしていきたいなと思います。サンサンバンクはイメージいかがですか。サンサンバンクは全然悪いイメージないので、すごく走りやすいと思います。初日の戦い方を教えてください。そうですね、後ろに千葉勢の2人がついてくださるので、しっかり自力で頑張りたいと思います。前回は惜しくも準優勝でしたが、いかがでしたか。はい、もう悔しさしかなくて、たくさん練習してきました。その練習というのは普段どういうふうにやってるんですか。ですね、僕はもうバンクが大好きなんで、もう鶴巻競輪場、鶴巻競輪場、鶴巻競輪場で、もう毎日鶴巻競輪場にいます。サンサンバンクはいかがですか。はい、サンサンはちょっとあまり得意ではないので、しっかり今回優勝して、サンサン、うわー、サンサン大好きだなって言えるように頑張りたいと思います。精一杯、瞬力でペダルこぎますので、応援よろしくお願いします。